女優の野瀬アンナと舞台を中心に活動する俳優の重松隆が5月1日に離婚したことが2日分かった野瀬の所属事務所がファックスを通じて発表したまた同日事務所のフェイスブックを通じて野瀬は長い年月を経て結婚しましたが2人の将来に対する考え方の違いを修復することができませんでしたと離婚までの経緯を説明 2人で同じ方向を向けるよう話し合いを繰り返しましたが最終的に支え合うことができなくなり早い決断ではありますがお互いしっかりと次に進んでいくために別々の道を選択することに決めましたとし10年の中で明るく笑いに満ちた時間をたくさんくれた彼に心から感謝していますとコメントしている2人は2004年の舞台「心は孤独なアトミュー」 での共演をきっかけに交際に発展。昨年6月1日に結婚していった。